ます。皆さん、お願いします。あげましておめでとうございます。あげましておめでとうございます。おめでとうございます。今年も一年よろしくお願いします。お願いします、新年一発目ということで、例年に引き続き今年もちょっと蝶竹梅を作っていこうかなというふうに思います。お願いします。初年度は流木ですか？初年度違うでしょ。流木だっけ。最初3周年ですね。もうこれだけで見てもはっということで、はい、今年も蝶竹梅作っていくんですけども、石突きを作っていこうかなと思います。はい、まあ、いつもと同じような石を用意したんですけど、その中でちょっといつもと違うのは、ちょっと立ったような木をつけてみようと、うん、完璧に立つ一本の松みたいな感じで、というのを想像しながら作っていこうかなというふうに思います。今回は特別に初日の出を、うん、初日の出をね、みんなでバックにこれを飾ろうと、飾ろうというような企画だから、1月1日に撮影して編集して出すと、はい、いうようなことです。皆さんに見ていただいて縁起のいいものを作っていこうかなと。そうしましょう。思いますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、今回はですね、この石、所沢でまた買ってきました。所沢園芸、はい、石を買うなら所沢園芸というところですね。その中でちょっといいやつを選んで、本当はまあ、ゆうきさんとかこういう風にしたいみたいなんですけど、ね、うん、いろんなものが付けやすそうな石なんですけど、ちょっと今回はこういう形で、うん、使うと、使って、まあ、木がね、そう、ここにちょっと空間があって、まあ、本当に海岸のイメージ、海岸というか岸壁ですよね、うん、ここが波で浸食されて空間ができたような、はい、そういうイメージで、その上に立つ赤松と、これちょっと梅じゃなくて、梅は成績悪かったので長寿梅にします、はい、とちょっと笹ちょこっと入れて、うん、苔をつけて、まあちょっと植えられたらなんか違うちっちゃいやつも入れようかなと思いますんで、はいはい、そんな感じでやっていきたいと思います。お願いします。でまずちょっとやりたいことは、この石に針金をつけなきゃいけないので、これから接着剤で、針金をつけて硬化させてる間にこっちの針金をかけてっていうような順番でやっていこうと思います。はい、はい、最初のイメージで言うと、ここに赤松を置きたいんですね、うん、なのでここら辺には絶対ないといけないです。ここら辺でちょっと急なんですね、うん、なんで2本ぐらいで止めないといけないかなと思って、はい、であとは長寿梅なんですけど、ちょっと空きすぎちゃうんでこっちにします。はい、笹を刺さってこうやってぐるぐるって回ってるんで、うん、もしかしたらこういう感じでやっていこうかなっていうのも考えてますけど、ちょっと状況を見て決めていきますね。はいはい、でいつも使うこれはエポキシですね、うん、これは30分タイプっていうやつですね、はい、これを1対1で入れます。1対1で入れるんですけど出てくる、あるあの久しぶりに使います。うん、これがなかったら今日終わりですもんね。やべ、あ、変なこれ買ってこようと思ったんですけど、これなかった。なかった？なかった。あ、やっとこ。あ、高木さんの。何やって。高木さんの。高木さん。1月1日の動画なのに。お。うん、お匂いだ。1.8 クロマツちょっと重いんで、うん、1.8 ぐらいで、はい、やっぱり小石っぽいなと思ったら小石だった。そう、うん、ガムテープで仮止め、はい、地味だね正月の華やかさが一切ない。華やかさないね。おめでたくもないサブドラの下ね。はい、はい、できました。これで3箇所ですね。
冷たいと硬化しにくかったんだけど、逆かな、どっちかな。20度って書いてあるんですね。今7度ぐらいかな。なんでちょっと中入れていきますね。はい、赤松をやっていきます。はい、はい、はい、これも所沢園芸。はい、全部所沢行きます。今回はですね、どっちかというとこの崖の上にひょろひょろと立った一本の松っていう風なイメージを持って作りますので、こういうような軍人の赤松を買ってみました。はい、はい、で今のところちょっと枝数も少し多めなので、ちょっと減らしながら針金をかけて形していこうかなと思います。はい、で角度でいうとね、ちょっとこれぐらいにしようかな。曲がり一番の角度はこの辺の落ち方だと思うので、はい、これを動かすならばこのくらいの角度で、まあ、こうやってちょっと見えるように、うん、見えるようにしてあげて、うん、頭を作ってっていうような形にしていこうかなと思います。はい、はい、今ちょっとネックなのがここに2本同じ太さの枝があるんですね。もう二股にね、二股にこうやって、うん、これ落としてもいいんじゃないかなと。あら、半分なくなるね。うん、っていうのも2つ残しとくと多分ここすごい太ってくるんですけど、この木の大きさからするとこの幅って大きすぎるんですね。そうか、なんでこっちを足そうかな。うーん、この流れの方に行ってるやつ、こっち書いてるじゃないですか。その分ここは短く見えるんで、間が空いてる、うん、そうですね、曲はそっちの方がよく見える。で短いのもね、ここに1個入ってるんですよ。これが頭になるから、うん、なるほど。はい、なのでちょっともう思い切って取っちゃいます。自分の木なんで。自分の木なんで。石もカンタ君が買ってきたそうで、これは販売するんですか。売れます。あ、来ちゃった来ちゃったあ、まあ、はい、さっぱりしちゃった。ね、これぐらいがいいっすよね。うん、そうね、ちっちゃくなる、ね。はい、そしたらもっとこれぐらいの角度かな。うんうんうん、あ、結構だ、ね、こうやって文人らしい木。うんうん、じゃあ早速、針金をかけていきたいと思います。はい、ここにはちょっと側もめくれてきてるんでかけないで、うん、これとこれだけでかけて、もう最後あれだったらもうちょっと引くかもしれないですけど、はい、この先だけでかけていこうと思います。本来は上からかけるんですけど、見栄えを気にして、見栄えを気にして上から、あ、下からかけてます。ここの話、ごめんなさい、ちょっといいですか。なんすか。あのですね、はい、頭これにしようと思ったんですね。うん、これね、それで、その上にこれが来る、あのちょっとこのこれこういう感じにしようと思ったんですけど、うん、これもいらないから、うん、長すぎるんで。裏あります。裏はない。裏ないよね、うん、2本だもんね、うん、裏はない木です。裏表のない1年に無理くりね、無理くりね。これはちょっともったいないんで再利用します。じゃあ裏もいらないと、バイバイ。こんな感じです。はい、でちょっと長い葉っぱを切っちゃいます。で、フルッパもちょっと取っちゃうと思います。はい、この作業はまあ見栄えのためなので直線やる必要はないんですけど、うん、ただやってあげると下の方に光も集まるようになりますし、ボサボサ余暇はどっちかっていうとやってあげた方がいいかもしれないですね。フルッパで本年葉がちょっと少ないところもあるので、そういうところは、うん、フルパ取らなくてもいいです。こんな感じですかね。なるべく幹に近いような木にしました。もうちょっと近づけられるのかなとは思うんですけど、はい、とりあえず一回これでやって、もし後で気になったら寄せてあげたいと思います。じゃあ次の作業、今度は長寿梅ですね。はい、買ってきた時にいっぱい実がついてた、みたいな花がついてたんですけど、まだ残ってます、うん、ただちょっと枯れてるやつもあるので、そういうのをスキーさせながらちょっと剪定していこうと思います。花は長寿梅の、あ、どうぞ。花は、終わったらしっかり取ってあげる方がいいですね、うん、ボケの仲間なので、ここから実をつけてしまいますね、はい、そうすると栄養をどん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 取っていって、だんだん木が弱っていったりとか、そういう原因になりますので、しっかり取ってあげるのがいいかなというふうに思います。はい、全部なくなっちゃうのもちょっと寂しいですね、火山の家。確かに、あ、すぼみあるね、まだ。
あります。1日だから3日ぐらいある。1日に咲いてもらいましょう。咲いてもらいましょう、はい、ちょっとあったかいとこ置いとけば、はい、ちょっと長いとこは、うん、切って好きしました。では次、この笹の準備していきます、はい、笹は基本的には根っこが1本でこうやってつないでる、つながってるので、はい、ちょっとばらしてみようと思います。でばらしてどのぐらい長くやるかとか、うん、短くやるかって、そういうのを考えながらやりたいので、ちょっと1回全部抜いて1本ちょっと長くしてみようと思います、はい、こうやって分かるよう、分かると思います、うん、根っこが走ってるのが、そう、これが根っこですね。すごいんだね、やっぱり。で、ちょっと枯れっぱ取ってあげましょうか。今ぐらいの方が取りやすいかな。じゃあちょっとほぐしてみますか。この根っこを刺すときは増やせますからね、笹は。動画になってるんで見てください。なるべく背が低いのがいいんですよね。芯のところをピュッて抜くと大きくならないと聞きました。竹と一緒ですね。竹と一緒。こういう感じかな。うん。植えて。はい。キメ。うん？石章をもらってきました。どっかに配置しようかな。はい。もしこれのが余ったら裏にでもはわしてとかでも面白いかなと。そうですね。保留で様子見でやっていきと、はい、やっていきたいと思います。まあ、若干柔らかいとかありますけども、全然止められる程度固まりました。はい、はい、早速、あ、そうだ、祈祷を作らないで今年の京城いっぱい作業していっぱい売りたいです。はい、京城も初日の出見に行くんでしょ。あ、そうです、見に行きます。あ、初日の出の前の段階の作業だ。そう。あ、嘘でしょ。このすいませんが何だか分かります。嘘だろ。今日何日だと思ってんの編集する時間くれよ。人がないんです。で、あると思って、はい、さっきコーナーに行ってきて、うん、買って、あ、毛糸はうちでやるわ、買わなかったんです、はい、そして違う土が入ってました、その袋に。なるほど。どうしますか。今買ってきます。あ、今買ってくるんですか。はい。固めます。もうちょっと。あ、もうちょっと固めた方がいいと。はい、そう。なんで、ちょっともうちょっとかな。置こうかなと思うんで。行ってこい。マブが来ました。あ、マブ。マブって言うの駒田くんのことマブたちのマブたちのマブマブだマブだ。いや、これはシャバいな。それ固まるでしょ。いや、固まる気がする。結構ふかふかのけど土です。もっと繊維質がしっかりした。シャバい今だとちょっとギリかな。9日に帰ろうと弱く動かされる。切ってないよ。切ってないよ。初日の出綺麗で、はい、はい、毛糸が手に入りました。あれはちょっとやめとくということで、遊園さんに行って、せっかく作ったもうね、全部ね、練ってあって赤玉も入ってるやつをしょうがないと譲ってもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあやっていきます、はい。まずは針金がある場所を中心に毛糸土を置いていきます。全然違う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 ね、確かに全然違う。もうこう下につける、こうちょっと長かったらこういこうかな、うん、で、あとこの辺に笹が来るイメージなんで、はい、一応貼り付けられました。なのでこっちをさばいてみて、でまた毛糸を足すっていうような作業ですね、今後は。まずは長寿梅
根っこを崩していきます。でちょっとこの紐っぽい根っこはそのままにして、この辺かな、今度は笹をやっていきます。今のところは笹の根っこは長寿梅とかはつなげないようにしてます。ちょっと怖いんで侵食が。だいぶダメだな。当たるのか。構想だいぶ後ろ向いちゃうね。うまい。有事のチャイムか。もう日は暮れたかな。もうちょいか。まさか2 days まさかの2 days。 ちょっとなんか持ってますけど、新築梅。新築梅。しかもそれここからまたじゃ針金かけんじゃない。いやもう大丈夫。大丈夫。新築梅。あら、もう新築梅になっちゃう感じですか。もう決定。新築梅ですよこれ。今回新築梅。はい。これ成り立つのかな、小竹梅の動画で松が松じゃなくなるって過去にあんのかな。最初からなかったこと。縁起いいのかな。確かに縁起物を作ってんだけどな。カットか、じゃあん赤松の下り。カットじゃないよ、だって小竹梅で動画撮ってんだから。取り替えましょう。新年一発目の動画。どう？かっこいい。かっこいい？もうちょい下げた方が一体感出るかな。タイトルどうする？新年早々ハプニング。松竹梅じゃない、言っちゃうんだ。新たなジャンルの提案。ジャンルっていうか縁起物なんだよな、長寿梅。それでも言って長寿梅もそうだよな。確かに。でも一応なんかぽいじゃん。ぽいじゃん。確かに。確かにそう。とりあえずこれで、はい、ちょっと全体的に苔をつけてしていきます。苔？苔じゃない、ちょっと土。けど土を。去年の所沢園芸センターのゆうきさんの動画、美術機を作ってる動画がありました。はい。その動画でゆきさん言ってました。石突き盆栽は準備が8割だって。言ってた、はい、確かに言ってた。まさにその結果が出たんじゃないかなと、うん、そうだね。さすが兄貴の言うことは、ね、間違いないですね。兄貴はもう石突きで国風取ってますから。国風じゃねえ、作風か。あ、今年ね。今年ね、取ってますから。でなるべく下の方まで隠れるように、隠れるようというか隠れる場所にちょっと土を持ってあげて、水を水分を保湿しやすくするような感じですかね、うん、あとはちょっと苔を持ってあげたりとかしたいので、アクセントになりそうな場所に持っていきたいと思います。土はなるべくね多く持った方がいいんですけど、ちょっとこの笹が勢力がちょっと強いのがあって、全体をつなげるのはちょっと怖いなっていうのが1個あります。はい。
なんで笹は笹のブロックっていう感じで、で長寿梅とかもなるべく裏の方にこの辺とかに多く乗せてあげて、自ら根を張れるような環境づくりをしてあげた方がいいかなと思います。石章を、石章をちょこんと。画面は明るいですが、だんだん暗くなってきてます。果たして間に合うのか。さあ、さあ、ついについに石をつけ終わりました。こういう形でですね、まあ、木がついたわけですけども、ここから苔を張って、はい、見栄えを良くしていきたいと思いますので、うん、それはぜひ新年に新たな夜明けとともに、お会いしましょう。どういうこと？この続きはもう1月1日の初日の出で、はい、完成と見せられるような形に、したいと思います。今日はもう日が沈むと。もう沈んでるよね。ということで、完成はこの後、この後後編へ続く、後半へ続く、後半か、後半へ続く。ここでクレジット入りますか？クレジットやって。盆栽級ストアでは、ハサミや T シャツ、道具箱など絶賛販売中です。8位も T シャツ予約販売多分始まってると思います。開始しました。今回初めて両面ですね。そうです、両面表と裏にプリントしてあります、はい、こちらです。はい、はい、ぜひ盆栽教室ストアチェックしてみてください。ありがとうございます、はい、宣伝までね。はい、声入ってっかな。4時54分です。現在1月1日新年を迎えました。場所はどこですか？利根川ですね。利根川ですね。初日の出を見ようと。はい。誰もいないですね。いないです。人もっといるのかと思ったら誰もいなかったです。もうちょっと遅くなら来るかもね。そうね。待機しましょう。もうちょっとですかね。そうですね。ちゃんと、はい、見えますか？はい。1日明けた。はい。しばし待機。もうちょっとらしい。若き盆栽師、何を思う？赤いよ。あ、出て。赤いよ。ほら、だいぶ赤いよ。来てますよ。あそこだね。うん。うわ、ほら。来た。これタイムラプスでやってるから。明るいんだ。行きました。新築梅です。新築梅です。ちょっと苔を生やすときですね。張り苔もちょっと織り交ぜてみて、はい、ちょっと山の景色を出してみました、はい、この日伊豆国日本、はい、この新山有国の景を出して思いますので、今年1年これを皮切りに頑張っていきたいと思います。ここは憎いですね。あ、いいですよね、これね。ここの、はい、ちょっと手がやばいです。鼻水も出てきました。今年1年頑張ります。皆さんThank you.
然違ったからまた、大型専務常務か専務じゃない脚本監督編集編集字幕撮影あっいっぱいいますよ。ユーチューバーっぽいね。ユーチューバーですね。